まず成田が決勝第1セクションに挑みます。ラクラクと 2.5 メーター一番高いところに登ります。まあ、ちょっとタイミングがねちょっとおかしかったですけど、はい、まずは1ポイントを取られてしまいました。ここまでのトータルポイントを申し上げますと、まず成田が19ポイント、そしてアーバラが18ポイント、ボチスが17ポイント、トップのボチスと3位の成田までわずか2ポイント差という接戦です。さあ最初のテーブルフォアセクション、3番手は1ポイントで着実にいってほしいですね。そうですね。続いてトミーアーバラです。アーバラ選手もボジ選手もここでは減点取ってないですね今まで。はい、過去予選準決勝を含めてここではいずれもクリーンで通過しています。慎重です。アーバラグリップ走法、そして今クリーンで通過です。続いてゼッケン02ディエゴ・ボディスです。タッチトレールを借ります。ちょっとバランスを崩していますがまだ足はついていません。体勢を立て直します。結構次のケーブルコアが揺れますからちょっとバランス崩しやすいですね。そうですね、高低差もありますこのケーブルコアセクション。ボジスも予選準決勝を通じてこのケーブルコアセクションはいずれもクリーンで通過しています。90度エアターンを見せます。さあボジスもクリーンでアーバラ、そして成田もこのヒューム間セクションでは5ポイント5点の失点を取られています。まずはトミーアーバラ、ゼッケン01トミーアーバラが挑みます。この一つの鍵になるところなんですねこのセクション。はい、アーバラは予選でもそして準決勝でも5点の失点を食らっています。このヒューム間セクションです。今度はどういくでしょうね、ちょっとラインを変えるみたいですね行き方を。あ、先ほどと一緒ですねこれは。準決勝でミスをした作戦と同じ乗り方。さあ果たしてこれはどうか。ズルズルとマシンが下がっている。目いっぱいまで下がって一気にいかないと。さあどうだ、5ポイント。これはちょっとね同じミスを3回繰り返すのはちょっとあれですね。ゼッケン01トンミアーバラヒューム間セクションで5点。続いてゼッケン02ディエゴ・ボジス、ここでボジス選手が先みたいな行き方をするとちょっと危ないですよね。もう少しバイクをまっすぐ向けないと、はい、スピードがつけられないですよね。さあいよいよこの一番難しいポイントに差し掛かりました。左に来るとまずここからだったらいける。さあ同じような失敗です。こちらも同じ準決勝と同じ失敗。難しいんですね。まあ逆転できますからね。はい、さあ勢いよくまず第一の山を乗り越える。やってはゼロ。こういう時の匠選手結構クリーンにする確率が高いですよ。その辺根が強いんでしょうね。はい、これは成田チャンスです。トントンと持ち上がる。さあいよいよ魔のポイント、ここが注目のポイントです。アーバラ、ボジス、いずれもこのポイントでミスを犯しています。この第2セクションは5点の減点を。この成田はどうでしょう。さあどうだ、いけ、そしてボスが22、アーバラ戦この勝負が勝利です。減点ゼロです。ゼッケン02ディエゴ・ボジス。とりあえずゆっくりゆっくりと降りてまいります。さあとりあえず 50% は減点ゼロで通過しました。どういう言い方するでしょうね。はい、あまりギアを跳ね刺さずに、はい、行くと思うんですけどね。地上3メーターの地点にかなりの段差があります。最高の高さは 4.5 メートル。
ボルシが行く。さあ途中の段差で足をついている。ここで斜めにバイクをして目いっぱい下がってフローティングで登るラインですね。なるほど。しかし高さが 1.5 メートルあります、はい、残り 1.5 メートル。ここまでは減点1です。ディエゴ・ボジス。さあ慎重です。ボジスどうするか。ただフローティング難しいですよ。バイクを立てないと最後の角に引っかかってしまいますからね。そうですね。前輪がちょうど角に跳ねてしまう可能性もありますが、どうだ。おっと5ポイント、ボジス5ポイント、痛恨の5ポイントです。第2セクションを終わったところで逆転トップに立っています成田匠。第3セクション勝利。頂上の 4.5 メートルの高さまでトントンと駆け上がります。匠選手は行ってくれそうな気がしますけどね。そうですね。行ってくれなければ困るという、はい、この大観衆のファンの祈りでしょう。さあ 50% は 0.0、ね、残り 50% が問題です。ここで一気に行くか、さっきのようにバイクを横向けてフローティングの方向からどっちかですね、はい、さあ匠はどちらを選ぶか、一気にジャンプで越えるか、それとも途中で一回足をついて体勢を立て直すのか。できれば注目のジャンプです。しかし体勢が不利、立て直します。同じやり方です、はい、はい、マシンを横向けに立て直します。ここまでは1ポイントの減点成田匠。この後をどう処理するかです。一番後ろまで下がっております。さあ行く、2ポイントの減点で頂上まで登りました。やはり期待通り見せてくれます成田匠。しかしここからがまた問題ですね。匠選手どうなるかでしょうかね。多分横を向けてダニエルで降りると思うんですけどね。ダニエルという技ですね、はい、あ、真横に向きましたね。なるほど。これであの狭い場所に着地しようという、両輪同時に着地するんですよね。このまま結構危険が伴いますからね。そうですね。このまま下の一段下まで横に降りる、そこからまっすぐに向けてまた降りるという。さあこの段差は 1.5 メートルの高さがあります。さあ足つきはありません。もうこれはほぼ終わったと言ってもよろしいですね。あとはフリージャンプでクリア。2ポイントの減点でクリアです。アーバナ選手も見てますからね、はい、同じやり方を使うと思うんですけど、ね、さあアーバナです。まずは 4.5 メートル駆け上がります。一昨年のこのスーパースタジアムトライアルのチャンピオン、そして今シーズン世界選手権では第2位というポジションを獲得しています富山原。減点ゼロで半分を超えています。アーバラ選手も世界ランキング2位の意地がありますからね。果たしてどういう登り方をするか。ひとまずここで足をつきません、足をつきません。減点ゼロ、減点ゼロ。非常に柔らかいジャンプでしたね。そうですね。ふわっと降りた方がバランスを崩しにくいんですよね。はい。ここまでは減点ゼロ。しかしここ足をついて減点1。これは見事。果たしてここはどう降りるでしょう。今度は向きが反対ですね。多分あの得意な方ですよね。なるほど。注目の一瞬です。これは素晴らしい、見事なエアターンです。いやこれは想像もしなかったですね。そうです。あの高さからちょっとフローティングターンはできないですよね、普通ではね。 1.5 メートルの落差からのフローティングターン。